次はノーストーンパーツをフレーム代わりに使っていきたいと思っています。真ん中の部分に乗せたいので表を下に向けてハートの R 型に乗せていきます。真ん中の部分に乗せていただきましたら上から軽くプッシュします。強い力を入れなくても簡単に曲がるようになっています。これを真ん中の部分に乗せていただきます。クリアジェルをのり代わりにまず中心部分に入れていただきます。このシェルを上に向けても下に向けても逆に向けても好きな方でお使いいただけますが、今回はこの内側にアコヤガイのようにパールを乗せたいと思いますので、こちらの向きで乗せていきます。次はスクエアのスタッツを内側に入れていきます。それからスノーのスタッツを少しランダムに重ねるような形で置いていきます。この空間の溝を埋めるような形でクリアのスワロスキーとブルーのスワロスキー、次はトップジェルを塗っていきます。パーツ同士の間もきちんと溝を埋めるような形で塗っていきましょう。最後はジェルクリーナーで未硬化ジェルを拭き取って終了です。